ょうどあのバースの後ろについてるんですよね、これの間に。あそこから出させるようにしないといけないんで、際を引いてきてやらないといけないと。うわーさあ悔しさー、40チェイぐらいですかね、かわいいサイズですけど引きますね。あたたんパレダーだ、たんパレダーで面白いです。食うタイミングとか結構大事ですね、食わせるタイミングとかです。よっしゃ元気や、よっしゃ。質問されることがあるんですけど、そのシーバスはどんな風に食うんですかって言われるんですけど、ボートシーバスで一度体験されるのがいいと思います。あの食い方とかですね、引くタイミングとかスピードとか、ちょっとしたアクションで口使ってくれたりするんですよね。まだシーバス釣ったことがないんですよという方、ボートシーバスされるといいと思います。よっしゃー悔しさ、よっしゃ結構引くな、強いわ。すんません、ありがとうございます。引き強いですよね、結構ドラグ出てる、うん、グバッと出してください、このサイズね。よっしゃ食いました、うわ効くね、うわすごい効くうぞー釣れました。もうめっちゃ面白いです。裏側辺にいるんですね、そこから出てくるんですけど、ちょうどキワキワでもなく反転して戻って一瞬で食えるぐらいの距離感のところを引いてあげた方がいいんですね。そういうところを通ってると当たりが出たり、やっぱり少し高かったりしますね。スパーンと出てきちゃうけどな、今からよっしゃ食ったー、うわっ、おー引いてます、おー引いてます、おーすごい、おー面白い、すごいです、パンパンですね、60ぐらいでしょうか、おっきれい、ちょっとゴールドチックなこの魚体、よく超えてますね。結構水深あるとこなんですけど、シェードになってて上を引いたらボーンと食ってきましたね。いやーよかったです。